今回は松江郷土料理研究会から有限会社松の湯調理師の遠藤英二さんにお料理を教えていただきます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回の食材は何でしょうか？今回は黒豆とブリになります。なぜこの食材ですか？2月ということで節分の黒豆が多分残ると思うんで、それと寒ブリで今ブリが一番おいしい季節なので、それでブリです。今回はどんなお料理にしていただけますか？今回は黒豆はご飯と一緒に炊いて黒豆ご飯、はい、でブリはニナマスを作りたいと思います。ニナマスっていうのはどういう料理ですか？ニナマスっていうのは普通は野菜を切って酢につけるんですけど、それを出汁で炊いて最後に酢をちょっと入れてナマス風にした料理です。では、はい、早速教えてください。はい、お願いします。お願いします。はじめにブリの煮なますを作ります。煮なますを作っていきたいと思います。それで野菜を切りたいと思います。はい、マッチ棒よりちょっと太いぐらい。人参と大根も同じ大きさに、セリは3センチに切ります。で、はい、あと柚子を。柚子は細切りに、レモンは半分に切ります。で、ブリは塩焼きをしてもらって、はい、あと軽くほぐしてもらって、これぐらいに。今回はアラを使ってますけど、家だと、まあ、切り身の方が大体あると思うんで、あれはあんまりないですよね。じゃあ煮なますを仕上げていきます。はい、まず鍋に鰹だしを入れてもらって、でそこにさっき焼いてほぐしたブリを入れます。はい、ここで一回味を見てもらって、水門よりちょっと濃いめの味をここで打ちます。はい、後から野菜が入ったら野菜の水分が出て味が薄くなるんで。鍋に塩、醤油を加えます。野菜を入れていきます。大根と人参を加え煮ます。で大根が煮えてきたので最後仕上げます。はい、最後にセリ、柚子、酢、レモンを加えて完成です。続いて黒豆ご飯を作ります。まず黒豆を鍋で煮ます。うん、ここでポイントです。黒豆をいって時間短縮。5分ぐらいずっといってもらうんですけど、本当だったらこの状態で戻そうと思って水につけると、1日ぐらいつけとかないとふっくらしないんですよ。それを煮ることによってもう豆を膨らまして水が入りやすくなるようにするために煮る工程をここでやります。あと炊き上がりで香ばしい香りが立つんで、それもそれで美味しい。これはどんぐらい煮ればいいんですか？これ5分ぐらい。あ、5分ぐらい。でこれぐらい煮てもらってだいぶ割れてきて色もついてくるんで、様子が変わりましたね。香りもだいぶ立ってきたんで、これぐらいでも大丈夫です。はい、で水につけます。これで1時間半ぐらいつけてもらって、じゃあ1時間半ぐらい豆をさっきのつけた分戻ってきたので、はい、じゃあご飯を炊いていきます。炊飯器に米、水で戻した黒豆、塩を加え炊き上げたら完成です。
それでは完成したお料理早速いただきます、はい、どうぞ。まずは黒豆ご飯からいただきますね、はい、あ、もうこの時点でいい香り。そうですね。ではいただきます。うん、うん、わお、この豆ご飯でこんなに豆が香ばしい香りが残ってるっていうのは初めてですね。そうですね、うん、先にいってるのでこうやって香りが立つよね。いや、ちゃんとそのね、あの戻し時間が短くなったんですけど、しっかりふっくらとなってますよね。いや、豆の甘さでこれだけご飯が美味しく食べれるとは。あ、柚子のいい香りがしますね。まず香りがいいですよね。ではいただきます。ちょっと汁を飲んでみます。はい、うん、うん、おー、しっかりとした酸味、はい、ねえ、いや、このカツオだしとこのブリのだしが最高にも深みがありますね、はい、もうこの汁だけで、あー、めちゃめちゃ美味しいです。ありがとうございます。いろんな具材が入ってるんですけれども、最後にこう酸味がこうバッときて、もうなんか何杯でも食べられそうです。ねえ、美味しいです。明治18年創業の料理旅館の技とおもてなしの心を受け継いだ松の湯。地元山陰の新鮮な海の幸や山の幸をふんだんに盛り込んだ和懐石料理や専属パティシエによる本格スイーツが楽しめます。美肌の湯と至福の食事を堪能してみてはいかがでしょうか。ここでレシピのおさらいです。今回は有限会社松の湯の遠藤さんにお料理を教わりました。ありがとうございました。ありがとうございました。次回は有限会社日本庭園有志園さんです。お楽しみに。